はい、リエです。今日は何ですか？今日は猫。猫、ちょっとね、昨日ね、あのメンバーさんのオープンチャットの方で、はい、オープンチャット写真見ながらの質問大会、はい、ちょっとなんか猫についてね、多いね、多いね、出ない、出ない、多いね、うん、だけどもうこれはちょっと夏より冬のが枯らしてる人いるとかね。そう、びっくりやね。ちょっとびっくりな、びっくりやね。もう緊急事態宣言や緊急事態宣言ちょっと提案な、もう最悪初心者さんな、もう最後の根の出し方、最後の根の出し方、はい、提案、提案ね、うん、これは初心者さんにな、これ最後のやけん、最後の、うん、提案な、うん、もう考えて、じゃあどうすればそういう初心者さんがな、うん、枯らさなくするかっていう提案、うん、それでいいですか？うん、で実際は冬でもこう出るんよな、うん、違う？出るよ、出るでしょ、うん、で例えばこうな、もうこう見て、はい、こうボーボーキング、ボーボーキング、はい、まだそんな日にち経ってねえな、多分経ってないね。だけどその要はそのもう根を、じゃあみんな根が好きやな、根が大好きやけんな、人が多いけん、そしたらもう最後の提案はもうお家の中入れてくださいっていうことやな、うん、お家の中入れて徒長したら春直そうっていうな、うん、ことやな。抜きないも猫出るけん、じゃあ温度、ここは温度、昼間は上がるけん、ね、今26度やけん、26度な、夜はマイナス何度や、マイナス下がるでな、うん、うん、それでも根っこ出ますよっていうことやから、うん、お家の中な、うん、まあ窓辺とかな、うん、そんなんやったら最高やけど、うん、日が当たったら一番最高や、うん、それで置いちょったらすぐ出るけん、うん、な、ですぐって1時間とかじゃねえよっていう話やけどな、そうだよ、ここへなんも、これちょっと少ねえな、出てるけど、こう黒トレーに当たってるとこがこう出だすけん、ピンク色な、うん、出てるね、ね、出だしたでしょ、うん、これまだ10日も経ってないでしょ、そうやな、こう出だしようでしょ、うん、ね、そういうこと、そういうこと、こう黒トレーに当たって、これがあったかくなるんだよ、そう、そこよな、な、だけどその別にこれじゃなくてもいいんだ、こうプラスチックみたいな、このテーブルでもいいんだ、ここ太陽当たってあったかくなるようなところに、うん、お家に入れましょう、うん、もう怖い人、もう根が出ない出ないっていう人、うん、形関係なく、家の中で根をじゃあ出してあげてください、うん、それも手やわな、うんうん、それから、水吸わせて、うん、したら安心でしょ、うん、で春 どうでもできるけん、もう一回仕立て直せるけん、多肉はな、うん、うん、だけど心配な人、怖い人な、根っこ大好きな人はそうすればいいや、うん、なん、これ別にバカにしてんじゃねえよ、うん、なんでもあまりにもな、枯れちゃったら元も子もねえ、うん、そうでしょ、うん、そういうことでしょ、そうそう、それとね、あと、うん、なんていうかな、何、何、枯れ葉、え、枯れ葉を、枯れ葉、うん、どうした、やっぱね、ちょっとの犠牲はあるよ、多肉をね、枯れ葉をなく育てるっていうことはねなんていう、みんな寒いけんさ、寒い、凍ったりするやん、やっぱそうし、なんていう、そういうのがあるけど、やっぱ神経質になってちょっとぐらい枯れ葉が出ても気にしないぞぐらいの、うん、それがいいと思う、ここ何回か言ってるでしょ、そう、まあ、だけどお水あげなければあげないでもそのまま行くしな、うん、そのじゃあお水あげないでいったら外、自分の外葉を使って水分使って生き延びるんだから、うん、外葉はこうやって枯れていくわな、うん、一番外から使っていくんや、うん、な、そういうことでしょ、そういうこと、うん、もうこいつだってほら外葉があれで根っこ出ちゃうしょ、だって昨日のやつもそうやってやん、お
寒天が枯れるとか薄葉が枯れるって言って、うん、結構気にしてるやん。うん、これが普通や。うん。な。うん。うん、自分の水分を使って生き延びられるけん、それが多肉やん。うん。な、それをじゃあどういう風に水やりしますかとかな、うん、そういうことや。うん。でしょ？うん。じゃあ。そういうことや。ブロ？うん。こうやってな、外葉を使って生きていくけんな。そこでも外葉を使って根っこはこう出てくる、うん、な。今1月です。はい。でその寝てるとか寝てないとかじゃねえじゃん、出てくるじゃん。え、違う、違わない、生きてるよ。いやいや、生きてるからそのな、うん、じゃけ根っこ出したい人、俺たちこれ根っこ出したいんじゃねえんだよ。これ発想前の駅、うん、出ちゃっただけで。そうな、自己だろ、うん、みんなもその出ちゃったでいいじゃん、やろ、うん、それでいいですよ。じゃ出したいならこうしとけばいいじゃんっていう、うん、お家の中で置いとけばいい、うん、でこうやってたら枯れないけん、絶対。あ、絶対言っちゃった。え、だから枯れないけんっていうその言い方が、枯れ葉は出るよ。いやいや、枯れ葉は、枯れると枯れ葉は関係ないやん。やろ、で自分の水分使って生きてるからこういうことやな、うん、タッチ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 、すげえピンク、うん、そう、ボーボーキング。この人誰？え、ラブデンシス何？シムランスバッテンラウレンシス、どうどうな、いいんで、そんなことはどうでも、可愛くしようやな。志村くんとラウレーシ君、ね、はい、はい、いいですか？映ってね、重なってるから。なんだよ、映せよ。はい、バッテンな、うん、え、バッテンな、うん、バッテンでも何でもいいよ。かわいい、これ。え、もっとかわいい。いや、かわいいって。かわいい、こいつもかわいいで、相当、うん、誰？ヒアリナバッテンペンタフェイス、ペンタフェイス、なあ、みんな外葉から使ってな、根っこ出していくけ、超かわいいけ、かわいい、かわいい、超かわいいよ。こう、はいはいはい、なあ、別に外葉が枯れてもいいんだ、多肉は。うん、そうでしょ。そうそうそう、うん、それをほら小さくしたくないっていう人は水やればいいけん、うん、でその蒸れない、枯れ、あの凍らさないようにすればな、うん、一緒、うん、一緒ダメ。でも根っこが出てないのに枯れ葉が出るのはどうしたらいいとか、それはちょっと難しい質問になっちゃうけど、な、何何根っこが出てないのに枯れ葉が出る、うん、枯れ葉を出なくする方法とか聞かれても困るけどな。いや、それはな、無理よ。だけ気にしない、うん、な、気にしない、まず可愛くするように、うん、の、そんな、多肉は枯れ葉が出るのは枯れていってるんじゃないみたいな感じやな。うん、ええ、そりゃそうよ、枯れてない、うん、自分の水分で生きてる、うん、水が足らないけ、そうそう、根っこがなきゃ吸えないけ、しょうがない、うんうん、じゃあ、ね、根っこ出してあげてもいいよ、うん、これなんか気にせず、もう即植えるよ。私も即植える。みんなそうじゃ、慣れた人はな、うん、気にしないじゃん、うん、じゃあ根っこ出たかななんてあんまり見ないよ。見ない、な、でも出ちゃうっていうことや、可愛いっていうことは、そうそう、でしょ、うん、ボーボーキングよ、ボーボーキングな、こう外側こうね、出ちゃう、どれでも、もう出てる、うん、出てるよ。リーも可愛いな、ほいほい、出だしてるでしょ、うん、出だしてるでしょ、うん、うん、見えるかな、うん、そうそう、これは別に出そうと思ってんじゃねえっていう、蒸らし効果、蒸らすっていうのも、あの言葉が違うかもしれんけどな、うん、うん、こう中であったかいプラスチックに当たってるとこがこうなる、うん、で出ちゃう、根っこが出ちゃう、うん、これ乾かしてたら絶対出ないけん、
な、超確率悪いよ、乾かす人、カットして乾かしてずっと待ってる人は超出ない確率、うん、もうこれもうボーボーもこう 100% 100% よ、うん、もうみんな出ちゃうでしょ、1個で出したらみんな出るよ、うん、同じ環境ほら出ちゃうでしょ、出ちゃうでしょ、いっぱい枯れ葉がしたんだ、うん、そうです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 、出てるね、出、ね、出すでしょ、出出したらもうボーボーキング駅やろ、そうよ、こっちだってこう下についてるのはこうやって出ちゃうんだよ、ほらな、うん、うん、だけどその出ない出ないっていう人の方がさ、その分かんないわけよ、うん、だけどあったかいお部屋にさ入れてあげよう、そしたら出るけな、うん、で出づらいのはさ、だからレッドエボニーとかさな、そういうことや、うん、その系な、その系はちょっと出づらい系、うん、でも慌てないでいいや、肉厚い系、そうや な、うん、俺も1年間気づかんでレッドエボニーな水やってたけど1年経ってやっと出たっていうなのもあるしな、あるな、うん、だからそういうことよな、あらって、あらなんかおかしいなーで初めて気づくな、なんか形変わんねえなーと思ってたらやっぱりまだ吸ってなかったよな、うん、うん、それでもな全然何の問題もなく言ってましたよ、そうよね、ペロ、うん、かわいくな、かわいくするためにや、ちょっと頑張らない、ちょっとね、暑くてね、久しぶりに画面が真っ暗になった、そう、うん、だってもう今、ああもうそのはずや、30度超えた、30度になった、暑い、まだし暑い、俺も半袖着てるやん、いや、暑いよ、もう全部脱いじゃうバンされるよ、バンな、そういうことや、うん、みんなもう最終手段な、最終手段、 おうちの中入れましょう、あったかいとこ、あったかいとこ、もうあったかいとこ入れちゃえ、それでこうやってやるよ、ね、こうやって並べよ、インスタ見てるとね、他にもいろいろあったよ、何何、ふみちゃんとかね、フェス負けしてあったかいとこ入れてくれた、ああそれでもいいけど、うん、でもこれでいいじゃん、うん、これでいいよ、うん、届いたの、でこの絶対下にペタってくっついてることな、それで風はいらないよ、風はいらない、うん、蒸らすけん、うん、窓辺の太陽が当たるところ、うん、そしたらあったかいじゃん、で、うん、こういう温度になるよ、ここは、そうやな、太陽当たってるとこ、うん、な、そしたらね、こうボーって出る、うん、1週間で出るよ、1週間もかかんないと思うよ、置いといたら、そうやな、それでもね、抜き苗の話ね、え、抜き苗の話、いやいや、そう、いや、そりゃそうよ、うん、うん、葉差しはまた別の問題やけん、葉差し、うん、あ、葉差しはだけ日を当てたらいけんのですね、まあ、また今度やりましょう、また今度やら、それは、はい、ね、ちょっとずつ煮詰めて、うん、新しい結果を、うん、うん、報告する時が来るでしょう、うん、ね、いいですか、うん、それあとまた通販ね、通販レオレオレオ、うん、はい、またやりましょう、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ね、なんか予想をな、はるかに上回るからな、うん、意味わからんけども、ちょっと今度うまく変えるようにな、うん、ゆっくりな、おばあちゃんが変えるようにしゃれていけんな、うん、っていう感じでな、うん、次々行こう、次々ね、な、改革、うん、今年は、フェスへあんまり行けそうもないので、うん、通販何回な、通販大会、うん、通販連打していきましょう、連打、はい、お構いなし、3店舗、うん、本店と西店でガンガン行きましょう、うん、な、ハウス空になるぐらい行きましょう第1ハウス、第2ハウス空にしましょう、
もう一個お知らせがあります。何ですか？あの取扱い店さん、あのカンパが去ったので、あの送りました。取扱い店さん、うん、あそういうことないよね。送りました、うん、北海道花道でさ、栃木の大正堂さん、静岡の市川ファームさん、和歌山の庭の坂アルルさん、京都のイロニカルさん、で山口のもちの家さん、長崎の谷久御殿さん間違いないかな。そうです ね発送しました、はい、あの各お店のインスタグラムの方ご確認をお願いします、はい、リーモン、リーモン、うん、いいよね、うん、リーモン可愛いよ、うん、でそういう感じよね、うん、そういう感じ、枯らさないように、うん、枯らさないように、このまんまやったら枯れないんやから、植えるから枯れるんだけど、でも植えないと面白くないから、そうなんやな、そういうことよ、そういうこと、そういうことで、こうコツを覚えたらそう難しいもんでもないし、うん、なコツを覚えたらだんだん気にならなくなってくるよ、うん、うん、そうそう、で色と形は自分で出すもの、わかる？ね、強制するもんじゃねえ、はい、な、水やりと太陽と温度といろいろでこうギューって上がれるけ、うん、な、うん、そういうことよ、うん、な、植物やけ、はい、変なことしないようにな、ダメ？いいんじゃないの？いいですか？うん、もういい？分かったかな？いい、最終手段。最終手段。お家の中あったかいところで根っこ出しなさい。うん、もう気になる人はだよ。そうそうそう、気になる人だけよ。そうそう、うん、こう目につくやん。まだ出ないんですけど、うん、何月に買ったんですけど出ないんですけどって、それが3ヶ月も4ヶ月も根が出ないんですけどって言う人よ、うん、な。こうやって置いとくだけで出るけ、うん、でこれがこうチューブラリンでこうなってたらダメだよ。ダメな、な、うん、網の上とか置いといてもダメだよ。こうペタってくっついてないと、こういうとこあったかい、こういうとこに、うん、な、お家の中でいいよ、うん、そしたら出るけ、うん、なるべくこれがおすすめ、黒がおすすめな、黒のプラスチック、うん、100均で売ってるけ、うん、それをこうな、太陽の窓辺に置いとけばいいやん、こうやって、うん、でもピッて見ると、お、出たっていう、出ろ、はい、そういう感じね、うん、最終手段ね、うん、うん、って言ってもなんか言い足りてないで、こう、じゃあこういうのはどうなんですかって来るやろうけ、またそれは質問大会やりましょう、うん、いいですか、写真良かったね、本当、あ、写真のな、うん、質問大会すげえな、うん、みんな喜んでくれてるけ、うん、深く答えられるけ、うん、ピンポイント、ま、真面目やった、そうで真面目でものすごい真面目で、うん、そうで、いいですか、はい、ということで最終手段でした、はい、よかったな、高評価と声とチャンネル登録、はい、よろしくお願いします、ね、はい、ご視聴ありがとうございました、はい、バイバイ。